アルベルト・フォン・ケリカーの手の X 線写真。この画像は、投資によるものであるため、フィルムに映した場合と、白黒濃度は逆になっている。動きを見る、投資画像を行うときは、このような白黒反転した画像を見ることはある。X 線撮影は、X 線を、目的の物質に照射し、透過した、X 線を写真看板、写真フィルムイメージングプレート、 フラットパネルディテクターの検出器で可視化することで内部の様子を知る画像検査法の一種である。医療のほか空港の手荷物検査や構造物の被破壊検査に利用されている。X 線の発見者であるビルヘルムレントゲンにちなみ、レントゲン撮影、または単にレントゲンとも呼ぶ。医療従事者は X、例フォトグラフを略して XP とも言う。手に、 X 線照射し、プレートへ観光させる最も一般的に知られている、単純 X 線撮影では、X 線照射装置とフィルムの間に体を置き、観光させてが増加する。X 線は観光板を透過する際に乳剤を観光させるため、体が X 線を通過させた部分では黒く映り、体が X 線を阻止した場合には、その部分が白く映る。診療では、 前者の黒く映った部分を明るい後者の白い部分を暗いと表現するが、これはすなわち肺炎や腫瘍などでは X 線透過度が低くなってフィルムに白い影を落とすところから来た表現である。X 線の透過度が高い組織としては皮膚や空気、筋肉、軟骨などがある。逆に X 線の透過度が低いものとしては骨や組織をより明瞭に描き出すために入れる。 造影剤がある。観光剤を塗り付けたフィルムの代わりに IP や FPD を使う CR が今は主流である。またフィルムレスの X 線写真も大病院をはじめ普及しつつある。コンピュータ X 線撮影の項も参照。世界初の X 線撮影装置はドイツ帝国のシーメンスが開発に成功し、1898年に大日本帝国へ輸入されている。 日本でも1909年に初の国産機を第三高等学校教授で理学博士の村岡範一が島津製作所の全面協力で開発に成功している。ダイアナとニューオーロラの2機種は島津創業記念資料館に保存されており実用的な安定性を誇っていた。フィルムをシャウカステンにセットし特営レントゲンが X 線を発見して以来医療分野では 主に骨や肺の病変を描き出す画像診断として積極的に利用されてきた。X 線撮影に比べ MRI、CT の方が画像の有用性が高い場合もあるが、X 線撮影は簡便性や経済性に優れており、現在でも検診など大部分の診療施設で用いられている。救急では CT は従来は撮影時間が長かったが、ヘリカルスキャン、 MDCT の登場で撮影時間が減り単純 X 線写真の割合は減ってきている。また放射光 X 線を用いた CT では非常に細かい部分までわかるので顕微鏡的な画像が期待されている。また X 線撮影装置は小型化することも可能であり、下半型の X 線撮影装置により患者を X 線撮影室に連れて行かずに居室で X 線撮影したり、また往診時に装置を携帯して、在宅の患者を X 線撮影することも可能である。単純 X 線撮影主な利用法として、以下のようなものがある。椎骨脳底の横断面血管増影図、X 線を通さない増影剤を、傾向、強情脈的に投与した後に撮影することで、普通は病出されない。 消化管や血管の様子をも病出できる。造影剤を使わない X 線写真は造影 X 線写真に対して単純 X 線写真と呼ぶ。X 線を連続的に照射しテレビモニターを通じて映像を観察する。被曝量は多くなるが病変によっては診断や治療に必要となる。ジョンズ・ホプキンス大学医学部の研究によってレントゲン検査で 医療被曝を経験した女性は、レントゲン未経験者の同年齢の女性に比べると、ダウン症児が生まれる確率が7倍も高いことが明らかになっている。この報告の正確さは、他の研究によっても裏付けられているという。高齢出産で障害児などが生まれた場合、その原因の一つは、出産するまでに母親が何度も不要意に浴びてきた必要もない。 X 線にあったのだとロバート・メンデルソンによって指摘されている。空港などでの手荷物検査や建築物や配管など構造物内部の非破壊検査の一環として放射線透過検査に利用されている。また、ボディチェックを行う際に広報3段 X 線検査装置などが利用されることもある。仮想人の依頼に基づき宅配便業者の運送過程下にある荷物について 捜査機関が捜査目的を達成するため、仮想人や入受人の承諾を得ずに、これに外部から X 線を照射して内容物の遮影を観察し、その写真を署名資料として捜索差し押さえ許可状を得て、これをもとに入受人の受け取った宅配便荷物の中及び同関係者の居室内から発見された覚醒剤等について、その証拠能力が 刑事裁判で争われた。下級裁判所が覚醒剤を証拠として採用し、被告人に有罪判決を出したので被告人が上訴した。この件で最高裁判所第3章法廷平成21年9月28日、決定は、本件覚醒剤等は違法な本件 X 線検査と関連性のある証拠であるとすれば、違法収集証拠排除法則により、 その証拠能力が否定されそうであるが、ありがとうございます。